お疲れ様です。お疲れ様です。マイクなしですけど。お疲れ様です。はい。はい、何年ぶり飛びますか。4年ぶり。ゼロ、1、0。飛ぶ4。1、0ぶりに飛ぶ4。4年ぶりに飛ぶ4。飛ばないやつは荒木馬を。飛ばないやつは荒木馬を。まあ、頑張ります。立ちます。はい。はい、名古屋戦はなんかそうです、ね、ガツガツ来るやつが多そうな気プロレスサッカーのイメージがねあるね、プロレスサッカーがね。まあまあまあ、そんなねものにもめげずね、去年もねあのウズベキスタン帰りの名古屋戦だったんで、すごいフィジカル的にも厳しい状態ではあったんですけど、去年すごい走り勝ってたイメージがあったんで、やれないことはないと思います。勝って帰りたいと思います。クラブワールドカップ以来の。そうですね、寒い。去年暑だったからね。去年2年前暑だったからね。2試合とも暑だったんで、電光掲示板が正面に見えるんでなんか不思議な感じ。相変わらず寒いです。いや相変わらず寒いし、相変わらずいいスタジアムだし、こんなスタジアムじゃなくてもいいんで早くスタジアムが欲しいですね。じゃあ今日も頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。後半したね。そうそう、すごいな。しっかりモチベーション高く気持ち切らさずにできたし、あとはもう勢いや。いやすげえよ、なんか全然同時に、まあ今日本ではやばいかもしれない。やっぱアジアの戦いやっとるけ、ちょっとメンタル的にも強くなったのかなと思って、
あんなにキュンキュンになるチームはなかなかない。J2 の人多いね。もうそこからもう無敵状態。無敵状態。スタート。1点してもまた1点取っちゃうから、ね。そうそうそう。すげえ。1点取られたら2点取っちゃうから。やべえやマジで。取り返してもすげえ。いやまあリーグ戦考えたら得失点差もあるし。浅野取らしちゃったね。浅野に。あそこで最後仕掛けてあえてパス出してガクトに取らせたっていうのも、ね、すごいけど、でもじゃあガクトもちょっと取らせたかったそうだね。カズもそれ、まあ、でもね、あんだけ曲崩さんの気持ちがいいやん。すげえ若手も育つし、すげえ今日次は1週間空いて東京かホームです。ホームでまたね、こういう試合ができるようにするためにはもっともっとね、人が今日来た人をね、広島ですげえ試合だったなって思った人がね、こっちへ見に行こうって言って2万人超えれば今日よりもすげえ試合だって。水曜ナイター、ナイターですか。土曜日のナイターね。サビーぞ。防寒はしっかりしっかり、はい、まだまだビッグアーチャー冷えます。ただ熱い試合になります。気温は寒いけど試合は熱いし、頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。レベルが違うんだよ。レベルが。